さてさ、しゃくれでございます。曇りです。多分空も曇ってるんですけど、メガネもちょっと曇ってますね。これはそれと異様なまでの寒さ、朝寒くて起きたからね、まあ、季節感が常日頃ないんですけど余計ね、今日は家の中より外の方が寒くて出た瞬間寒いと感じました。撮影日9月20日、先日の動画でもねちょっと語ってしまっておりますけれども、夏の G1 が秋の G1 へとなり、撮影日の今日、今絶賛生放送中、生中継中ですよ。新日本プロレスワールドかなというものとか、あと BS とかでね、まあ、なんですけどちょっとそれは見ずに、というのも朝9時ぐらいに犬の餌をあげたんですけど、ちょっと食欲がなくてね、食欲なくてちょっと下痢ピーっぽいななんていう風に様子を伺っていて、ご飯を完食することもなくちょこんとちょっと眠ってしまうような仕草を取りましたので、様子を見ていて、お昼過ぎても食べておらずで、あの猫が好きなあのチュールの犬版をあげたら、それはバクバク食べる。いつも体調が悪い時はあの普段吠えないんですよ。あのクーンクーンは昔若い頃は言ってましたけど、大人になると言わず、生後何ヶ月の頃から飼い始めて、今の今までワンキャンと吠えたのはお医者さんで注射を嫌がる時ぐらいですかね。でまああとは飼い始めてから気づいたというか教えてもらったんですけど、尻尾をブンブンと振り回すことがなくてね、で若い頃膝のお皿がずれちゃったかなんかでレントゲンを取った時に、なんか骨背骨が1本足りないと、なんだっけな、7本だか8本だかで犬の背骨ってあるんですけど、それが1本ないと。ただまあそれ生まれつきだから、まあ、彼は普通だと感じてますよそれを、ということ で、まあそれのせいでなのかどうか分かりませんけど、尻尾を振ることもなく、振っても振り振り振りぐらいなんですよね。だから顔の表情で、今までコミュニケーションを取ってきました。アイコンタクトと顔の表情、それで分かってきたつもりなんですけど、今日は本当に顔は元気なんですよ。口角上げてえへって顔しますし、目も生き生きとしているので、なんか体のどこかが痛いとかそういう顔ではなかったんですよね。で座り方もゴロンとするというよりかスフィンクス系で、どうもなんかお腹を温めてるように僕は見えました。で食欲もあるし、おしっこをものすごい勢いでジャーってやってましたし、とりあえず体は元気だと、きっとお腹を緩めている、つまりはこの急な、本当に今日寒いんですよ東京はね、だから彼もお腹を緩めてしまったんではないかというところで、プロレスを見るのをちょっと我慢してね、今からホームセンターに行きます。あったかい寝床というものをちょっと作ってあげようと、そういうところでございますよ。でまあちょっと新日本プロレスの話を戻したいんですけど、ウィル・オスプレイがね素晴らしかったですね。新日本プロレスケイオス所属のウィル・オスプレイなんですが、もともとジュニアの選手でね、非常に身軽でアサシンとしてね、そんなキャッチコピーもついているぐらいハイフライヤーというかアクロバティックな攻撃を得意とする選手だったんですけど、まあ自粛前、コロナ前にヘビー級へ転向すると言いながらですね、日本に拠点も移していたんですけど、たまたまイギリスの実家に帰ってる時に、渡航制限なり自粛なり緊急事態宣言などいろんなものがあり、ずっと向こうで暮らしているという中でね、15キロから20キロぐらいウエイトを増やして帰ってきました。なのにもかかわらず軽快な動きをね、まだ全部の技を披露するまでも9月19日の高橋裕次郎戦では披露できませんでしたけど、今日は B ブロックだから今日も試合はないか、ちょっとね、いろいろと楽しみな選手が戻ってきてくれましたよ。もうオスプレイは本当に人柄が良くてね、入場シーンでリング上がる前にね、お客さんたちがいる新日本の青いリングを見てね、すごい笑顔で楽しそうに入ってきていました。僕はよく比較対象に挙げるんですけど、ジェイ・ホワイトっていうね、こちらもカリスマ性の非常にある東京ドームで 1.4、1.5 で僕は試合を見に行きましたけど、そちらの外国人選手もいるんですけど、オスプレイの何がいいって言葉が綺麗なんですよ。なんか教科書通りの言葉を
使ってくれてるのかな、あれは意図的に。全然英語がわからない僕でもなんか文法通りというか非常にわかりやすく単語単語つなぎ合わせて、あ、こういうこと言ってんだねっていうことをわかるんですよ、オスプレイの言葉はね。でもジェイ・ホワイトはもう何言ってるかわかんないんですよね。スラングが多いっていうのもあるんですけど、ちょっと通訳なしでは何言ってるかわからない。そのジェイ・ホワイトも無事帰ってきてね、高木と一緒に試合をしておりましたけれども、そちらも十分見応えがあった。ただちょっと最後のね、昨日は A ブロックのメインとしては岡田対いぶし 1.4 のメインカードのもう一度というところだったんですけど、僕は岡田の情報をそこまで追っていないからわかんないんですけど、なんでこう堅くなにレインメーカーを出さないんでしょうね。レインメーカーっていうのは、まあ、岡田式のラリアットなんですけど、もう今年ずっと変形のコブラクラッチというか、まあ、締め技で、やってるんですけど、ちょっとそれに固執しすぎてる気がするんですよね。20代半ばから恵まれた体格を武器にダイナミックなね、技の一つ一つでお客さんは喜んでたわけですよ。平凡なドロップキックも岡田がするとものすごい打点が高くてね、非常に綺麗で、191センチの体を使ってリング上を広く使うことでね、お客さんは盛り上がっていたんですけど、今年はちょっと違うんですよね。そのメインは岡田が負けてイブシが勝ちましたけど、まあ、A ブロックの中で誰がレインメーカーを食らうのか、いわゆる岡田を本気にさせるのかというかね、それもちょっと見応えではありますが、そんなこんながありまして、今日は B ブロックもね、ケンタとか、ジュース・ロビンソンとか、ジュースはずっと怪我をしててこっちで治療してたのかな、わかんないですけど、まあ、外国人勢というかアメリカで活動していた人たちがようやく戻ってくるっていうのは B ブロックも同じで楽しみたいですね。雨は降らないのかな、降らなそうですね。なんか秋が好きっていう人いるじゃないですか。俺は秋が一番好きな季節だみたいな。秋ってさ、何度を指すんですか。例えば夏30度とかさ、いろいろあると思いますけど、秋はどれぐらいの温度を指すんでしょう。そしてその温度の日なんですかね、今日は。例えば東京23度っていう予想がありました。23度というのは秋口の平均的な気温なのか、それとも本当の秋というのは20度以下、どうなんでしょうね。なんか僕の覚えてるのは、冬場で真冬とかで今日は13度で非常に暖かいですっていうお天気お姉さんの言っているセリフとかはなんとなくパッと思い浮かぶんですよ。だから冬場に2桁の温度になるとあったかいんだねと。あれ、そんなことあります。東京で1桁の最高気温の日なんてあります。何のニュースを見て13度があったかいって言ってたんだろう。朝の気温かな、最低気温の話かな。あれ、冬って東京というか本州平地のところの温度ってどれぐらいなんでしょう。まあ、朝は0度1度はいいんですよ。それが最高気温8度とか9度とかっていうのがザラでしたっけ。なんかもうその辺の記憶すらもないな。まあ、今日は、多分外気温というか外の気温は22、23度でしょう。半袖半ズボンの部屋着のまま外に出てきた感じでは非常に寒いです。車の中が心地いい。だからきっとこの温度は秋口の温度なんでしょうね。そうだ、読書の秋ということでちょっと読み干した漫画のお話をさせてください。あのファブル、なんだっけ、ザ・ファブルが正式名称かな。あの岡田くんが主演で映画になったとかならないとか。いや、ファブル読みました、終えました、面白かった。最初このセリフ回し、その漫画家さんの先生のセリフ回しのところでちょっと入りづらいところはあったんですけど、あのはいとかいいえみたいな応対のところがあーってすごいこう兄ぐにょぐにょぐにょって伸びていてとかね、どんどん引き込まれましたね。なんか本編ではないところというか、メインストーリーじゃない若干のその短編みたいな感じの主人公の妹役、なんて言ったらいいんだろう、まあ、妹のサブミッションみたいなねところとか、主人公の本業ではないところのバイトのお話だったりとか、そういうところでこう人間関係をこうはっきりさせて、読者に情を
入れ込みやすくするためにやっていき、そして最終回、大どんでん返しみたいなものはなかったですけど、でもそれを望むというか、まあ、バッドエンドじゃなくてよかったっていう気持ちにユーザー側はきっとなるんだろうなというぐらい読み応えのある漫画でした。22巻まで出てたっていうか、もうそれで終わったのかな。あれは非常に楽しかった、夢中になって読み続けましたね。というわけで、今日もほとんどがプロレスのお話になってしまいましたけど、仕方ない、それしか今んとこ生きがいがないからね、他に楽しいことがないんで許してください。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。なんかね、この自粛期間中、自粛今もしてないけどからずっと飲み続けていろんなものを試したサプリとかね、いろいろあるんですよ。結局何がいいんだっていうところを自分の中で答え見出したものとかもあるんで、その辺はまた書き出し中とか時間が余った時に部屋取りでお伝えできればと思います。それではしょうこりでした。また明日、ごきげんよう、バイバイ。